はい、引き続き2回目のフローレスです。同じく20枚のドラフト形式ですね。もし21枚目が出た場合、もしくは22、まあオッズオーバーですね、最下位の方が残り物を、はい、全部っていう感じです。はい、じゃあ、サイコロ振って、ドラフト順位決めてから抽選ですね。足した合計がランダマイズで1と1の2は振り直しです。いきます。はいはい、よいしょ。1と5で6回はい、いきますね。6回です。1、2、3、4、5。で、次ですね、6回目いきます。せーの、ポチ。はい、6回目。OK ね。はい。ドラフト1位は、KAD さん。KAD さん。あ、ちょっと待って。よいしょ。はい、ドラフト1位は KAD さんです。はい、2回目のフローレス。はい、ドラフト1位 KAD さん、おめでとうございます。ドラフト2位がロイヤルさん、ドラフト3位が TKO さん、ドラフト4位がザザさん、5位が R さん、6位ウォームさん、7位が EIS さん、8位ジュンさん、9位 HR さん、10位が US さん、11位 TSK さん、12位プーさん、13位タマさん、14位ジュンさん、15位トリプル X さん、16位ヒラジさん、17位ステイさん、18位ザズさん、19位がロイセブンさん、20位キョスさんとなります。よいしょ。はい、フローレスいいですね。はい、2の上ね。はい、取り出しますね。で、これ下。はい、じゃあ上からね、これ下はここに置きます。はい。はい、じゃあこちら。ちょうどね、現場の方々もお昼休憩でしょうから今のうちにやらないともううるさくてしょうがないんでね。よいしょ。ちょっとサクサクですけどやってしまいます。はい、ちょっと斜めってこうか。はい、じゃあ2回目のフローレスいきます。せーの、よいしょ。おっ、ガリきた。はい、まあ音だけですけど、まあ十分ですね。15の15の、はい、スティーブ・カリー。はい、いいですね。うん、丁寧です。はい、でベースカードはヒールドですね。1の10です。キングス2つですね、ダイヤがね。5尻だとトリプルなのかな。うん、2つダイヤです。はい、で小箱。おお、なんか来た。しかもあっぱくん、はい、すごいっす。2の2チャンピオンシップタグ、すごいっすね。ファイナルの、あ、チャンピオンシップのタグだから、その試合で使われてたジャージのタグの部分ですね。はい、2の2来ました。いいっすね。ヤニスですよ、チャンピオンシップ。まあ、ウンポ君なんて言っちゃダメですよね。MVP ですからね。はい。じゃあもうこれはすぐ後で、マグホに入れておきます。いいっすね。2枚限定。まあ、こっち右左なのかな。でもここだけですもんね。こっちに縫い目があるんで。ね。うん。はい。で、次は、サディアス・ヤングのオートパッチ。21の25。はい、ヤニスの、これやばいよね。チャンピオンタグ。
はい、アルストンは、8-20 ですね、パープル。はい、ゲイル・グッドリッチ 14-25 サンズですね。で、次はゴシリ1番の、はい、アントニー・ウォーカー。ちょっとお金使いすぎちゃったかな。はい。お、いい部分入ってます。あ、ワンワンだ。バレア、パッチオートのワンワン。はい、いいっすね。プラチナブルタグにワンワン。はい、でルーキーですね、ウェンデル・カーター。活躍してますんでね、はい、ありでしょう。23-25。はい、で下は CJ マッカラムの 6-10。 まあアベレージ高かったっすかね、この小箱。しかも上カリーですから、ね、はい、ヤニスのチャンピオンシップタグ、カリーのオート、うん、フォアバーのバリアとね、まあまあ OK です。はい、で下の箱、はい、じゃあ2箱目いきます。2回目のフローレスの2箱目です。せーの。よいしょ。おー、ルーキー。おー、まあまあ。はい。まあ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 です。両方。でも、ゴシリですからね。JJJ のゴシリ。はい。5-1 のパッチオート。はい。やっぱ、配置がいいですね。写真とパッチと。サイの位置いいですね、完璧ですね。でベースカードのダイヤはウェイド、やっぱここの色なのかな。で一つダイヤですね、一つだと真ん中一つ、9-20です。でパラレルになると左右に2つがついて、真ん中がチームロゴになってる。でゴシリになると3つ、4つだとここにドーンって入ってるのかな。はい、どうでしょうね。ウェイドです。はい、で小箱、上の箱の小箱はね、良かったですからね。はい、カーペラッチョだ。よいしょ。はい、まずカーペラダブルパッチですね。1-15ガリナリ君ですね。はい、14-15。お、パッチがいいです。カンちゃん、5-5。スクエア。はい。かな？はい。カンちゃんのパッチオート5-5。おー、ジュワン・ハワード。懐かしいとこ見ますね。22-25。マイアミヒート。はい。エディ・ジョーンズ。4-25。まあ、うん、高級版になるとちょいちょい入ってますね。はい、でパッチオートのミドルトン、19-25。レジェンドも結構若めのが多いですね、この箱。はい、でラス前はドミニクですね。2-10プレミアムインク、相変わらず豪快に書いてますね。はい、ホークスで一番下、まあルーキーだから OK でしょう。ノックスです。13-15。ということで、上枠で JJJ で、小箱からノックスが来ました。はい。で、2箱目も終わりました。はい。あ、2回目ですね。2回目の2箱目も終わりました。はい。で、1回目同様、4回目もしくは5回まで全部開け終えてから画像アップの、入らない。後でやろう。
後年入れようとしたんですかね。はい、参加者の皆様は、ドラフト順に応じたカードを選んでいただいて、カード数ですね、選んでいただいて店長にメールしていただきます。締め切りは明日の夜8時までですね。カードの画像は2時以降順次掲載するような形になると思います。はい、少々お待ちください。はい、まあ、ヤニスのねタグも来たし、ウェアクもまあまあ良かったんで OK だと思います。はい、じゃあ、ドラフト順ね、リスト、多分皆さん大丈夫だと思いますけど、もしご質問あれば、はい、メールでお問い合わせください。まあ、1位の人は1枚一番欲しいのを選んでメールしていた。5位の方は5枚選んで順番ね、希望順にしていただいて、リストを制作して、それをメールで店長に送りいただく。で、締め切りが明日の夜8時までというだけですね。店長と同じ順番でいいかなって方は店長と同じ順番で、で、記載していただいて、BGB の番号とお客様のハンドルネーム、はい、記載の上メール送信していただければと思います。はい、じゃあ2回目これで終わります。すぐ3回目もやります。ありがとうございました。